新緑とヨガ120人がリフレッシュ。天童市天童高原ヨガインストラクターの佐藤陽子さんが3人が講師を務めた。はい、左右に振ってみましょう。ゆらゆらゆら。参加者は呼吸を整えて体を伸ばしたり、木のポーズなどに挑戦した。一本の木です。世界に一つだけの木をいっぱい広げていきましょう。膝を正面、息を吸って吐く息後ろです。後ろに蹴り出して、手を前、足後ろ、二呼吸、吸って。トラクター馬車の試乗体験やバルーンアート作りなどの催しもあった。